おっと、おかえり。レイチェルが帰ったぞ。新しいお友達も一緒だ。スターのお帰りね。ちょうどよかった。もうすぐご飯よ。クロエだったわね。当たり。強烈な印象でも残したかな。ええ、あなたは人の印象に残りやすいみたいね。レイチェル、今夜は輝いていたよ。ありがとう。クロエ、夕食を食べていってね。クロエも？え、私も。もちろんだ。チキンソテーを作ったの。二人とも公演の後でお腹ペコペコでしょう。ありがたいんすけど、すぐ出るつもりで寄っただけなんで。あら、他に夕食の予定があった？夕食の予定？飯なんて出てきたもん食うだけじゃないの。クロエ、校長室での出来事は非常に残念だったと言わざるを得ないが、せっかくレイチェルとこんなに仲良くなったんだ。ぜひうちで食べていってくれな、レイチェル。ええ、もちろん。クロエ、食べていってよ。お願い。喜んで。よかった。私ちょっと部屋に行ってすぐ戻るね。急いでね。じゃあクロエは準備を手伝ってくれる？もちろんです。アンバーさん。じゃあ私は荷造りしてくる。食べ終わったら出よう。一人で大丈夫？急げよ。いつまでいい子ちゃんできるか自信ない。私はずっとやってきたんだよ。あとクロエ、夕食さえやり過ごせばいいんだから、話すときにあんまりね。いつもみたいなことは言うな。そういうこと。アンバー家の皆さんと楽しいひととき。問題なんか起きるはずない。レイチェル、私に会う前はマジで優等生だったんだな。今のうちに目をつんでよかった。礼儀正しく優しいうさんくさいやつって普通の千倍うさんくさい。アンバーさん。クロエ、何かご用かな？劇はどうでした？レイチェルは敵役だったと思うけど。その通りだね。私たちも鼻が高い。ああいう役とは知らなかったが。はい？なんと言うんだろう。男女逆転？女性が男性を演じる。演技の話をしてたんすけど。ああ、そうか。なるほど。ああ、おじさんは検事なんすよね。ああ、この地方の検事だ。じゃあこの地方で逮捕されたら電話してもいいっすか？そんな予定があるのか？冗談っすよ。滑ったね、完全に。レイチェルはいい子だね。ありがとう。自慢の娘だよ。あまりにも優秀なんで逆に困らせたくなりません。うん。ならないっすよね。あ、手伝ってきます。またね、アンバーさん。ああ。まさか地元でこんな大ニュースが出るなんて。うちのみたいに食べ物のカスが詰まったりしてないんだろうな。出るだけでも嫌だったのに
コメントなんか読めるか。マイキーは大丈夫かな。はあ、閲覧履歴の消し方の後、昨日の履歴が全部なくなってる。浮気のサイン初級編って感じ。レイチェルかわいそうに。マジかよ、こいつドリューは襲ったやつだ。金を渡してよかった。旅行を夢見るだけじゃなくて本当に行く家もあるんだな。誰の本か一発でわかるな。これが普通の暮らしってやつか。想像してたよりずっとつまんないし、なんというか違和感だらけ。レイチェルがここで育ったなんて想像できない。幸せだったんだろうな、私に会うまでは。私はそんな子を連れ去ろうとしてる。いや、向こうが私を連れ去るのか。こんな家から家出するやつ普通はいないなんてな。知るか、こんな家。この家にあるものは何もかもうちのよりおしゃれで綺麗で上品で、しかも絶対高い。まあほとんどの家がそうだろうけどさ。まあ本物のどうでもいいの作品だわ。これ家宝か何かなのか。棚ってこんなに必要なのか。グラスだらけアンバー家はマジでリッチだな。レイチェルも私も子供時代は良かった。私のは少し早めに終わったけど。アンバー家にとってはこれが娯楽なのか。私からしたら宿題と一緒だ。完璧。ピカピカだ。ダイナーのママのキッチンといい勝負。開けたら見たらいけないものが出てきそう。秘密はなし。でも高そうな皿でいっぱいだ。この写真なんか物足りないよな。直してやろう。おばさん、旦那浮気してるよ。ついでにケチャップ取って。アンバーさん、どうも。クロエ、
一緒に食事ができるなんて嬉しいわ。ああ、劇はどうでした？レイチェルは素晴らしかったわ。でも、テンペストは好きじゃないのよね。あなたは？実を言うと、まともに読んだことない。ええ、舞台での様子で分かったわ。きついな、おばさん。いやだ、ごめんなさい。いや、私が悪いし。それで、私は何を手伝えばいいんすか？食器棚にあるお皿を4枚、テーブルに並べてくれると嬉しいわ。くれなかったら？どういうこと？くれると嬉しいって。なんでもない。おかしな子ね。よし。よその家庭をぶち壊さずにテーブルの準備するくらいできるだろう。何かしら？劇のレイチェル最高でしたね。え、本当に。でもあの子の公演はいつも素晴らしいの。高校時代の自分が恥ずかしいわ。私も。あなたもあなたで自由で生き生きとしてる。あの子と気が合うのもよくわかるわ。そうかな。私にはわかんないっす。高潔、誠実、忠実。はい？庭の看板。ああ、そうね。ごめんなさい。夫が選挙で指名されるのにまだ慣れなくて。ずいぶん大層な言葉だけど、その通りの人？とても優秀な検事よ。みんなと同じ人間だけど。むしろ人でなし。え？ん？今何か言ったかしら？いや。私、力に慣れてます。あなたがいなかったら夕食はずっと遅くなってるわ。やり。さて、テーブルに行くか。レイチェルが降りてくるまでここにいなきゃ。これが普通の暮らしってやつか。想像してたよりずっとつまんないし、なんというか違和感だらけ。レイチェルがここで育ったなんて想像できない。幸せだったんだろうな、私に会うまでは。私はそんな子を連れ去ろうとしてる。いや、向こうが私を連れ去るのか。こんな家から家出するやつ普通はいないなんてな。知るか、こんな家。おばさんがそこにいたら落書きできない。絶対見つかる。何かしら？皿出し完了。他には？そうね、
夫に飲み物は何がいいか聞いてきてくれる？くれますよ。おじさんと話すのか。とりあえず浮気とゲス野郎を避ければ大丈夫だろう。なんだい？ところで不倫はいかがすか？今なんと？ドリンクは何にするかおばさんが聞いてきてって。シェリーと言ってもらえるかな。はいよ。1、2の3、シェリー。参ったね。クロエ、よかったら教えてほしいことがある。あ、私でよければ。ローズと私はレイチェルが心配なんだ。昨日のようなことをする子じゃない。何が原因だと思うかね。私による悪影響以外の原因ってこと？ふん、また冗談か。さあね。今朝のおじさんと校長は私のせいだと言ってるようなもんだったけど。だがそういう君もわざとそう見せたがっているような態度だった。私の経験上、あれは誰かをかばっているように見えたね。レイチェルはもう大人だ。自分の行動の責任は自分で取らなくては。君との交流が心配でないと言ったら嘘になるが、今のあの子には君が必要なのかもしれない。10代の不安定な時期を超えていくのにね。あー、どうも。何かしら。ボスはシェリーがいいそうで。ありがとう。チャイナキャビネットからグラスを出して彼の席に置いてちょうだい。中国まで行けって言うんすか。冗談。あのおしゃれな棚っすよね。正解。三角形のグラスよ。三角形、その言葉なら知ってる。何かしら。他にはなんか調子出てきたみたいで。次で最後よ。ろうそくに火を灯してくれないかしら。ライターは。ああ、自分のがあるんで。あら、ほら、いつでもろうそくに火をつけられるようにね。ずいぶん用意のいい子ね。どうも。ろうそくに火をつけていいムードを演出してやるか。アンバー家と火、怖い組み合わせだ。クロエ、学校でレイチェルと一緒の授業はあるの？いや、レイチェルとは学力が違うんで、私なんかあれもやばいくらいなくて、なんだっけ、語彙力。山火事すごいわね。ママ、料理おいしいよ。よかったわ。
あんなに火の手が早いなんて今まで聞いたことがないわ。うん、怖いっすね。北部で起きた洪水の後、今年は雨が少なくて喜んでいたのに、春の干ばつの方が危険だなんて。どっから火種が飛んでくるかわかんないしね。確かに心配だな。当局によると放火の可能性もあるらしい。放火？誰がそんなことを。理由はいくらでもある。今の世の中、この小さな町も社会の害悪と無縁ではいられない。この数年あなたがどれほど辛かったか想像もできないけど、せっかくレイチェルとお友達になってくれたのだから、これからは遠慮せず遊びに来てね。そいつはどうも。ああ、そうとも。困難が多いこの時代だからこそ、最も大切なものが何かを忘れてはならない。つまり家族だ。家族には重大な責任が伴う。愛する者を思いやることは大切だが、決してその愛に甘えてはならない。もう我慢できない。レイチェルは黙って聞くしかなくても、私は違う。おっさんに思い知らせてやる。うん、それは違うと思う、ジェームズ。おお、君は他の誰より家族のありがたみを分かっているはずだが。ありがたみなんて、恵まれたやつが恵まれないやつに現状で満足すべきだって思わせるための言葉っすよ。一理あるわ。恵まれた環境にいるからこそ視野が狭くなることもある。本当だね、ママ。だが個人個人にも責任はあるはずだ。君もそう思うだろ、クロエ。何これ、尋問？いや、裁判か。そういう態度で来るならこっちだって反撃してもいいんすけど。クロエ、これは喧嘩じゃないのよ。熱くならないで。うん、むしろ君の知恵で我々の道を照らしてくれないか。いいっすよ。この世界は実はシミュレーションで、本当の私たちは機械にエネルギーを吸われる人間の形をした電池なんだ。私はこれを無意識電池惑星って呼んでる。クロエ、その意見には必ずしも賛成できないけれど、あなたの熱意は尊重するわ。まったくだ。ただし相手への敬意と思いやりを忘れてはいけない。どんな時も。ういい加減にしてくれない？レイチェル、これ以上茶番には付き合ってらんない。レイチェル、もういい。パパは偽善者だってとっくにバレてるから。嘘つきで浮気する最低のクズ野郎。なんだと？昨日見たの、クロエと展望台でジェームズ女の人とキスしてた。あなた、レイチェル、昨日見た、いや見たと思っていることは難しいだろうが、パパを信じてくれ。見たと思ってる？ごまかすんじゃねえよ。思うなんてレベルじゃない。キスしてんのしっかり見たんだ。しかもその女、私と同じ売人使ってるんすよ。いい加減にしろ。今後二度とこの家にも娘にも近づくな。妻の同情に付き合ってやったが、私は最初からお前がどんな種類の人間か分かっていた。へえ、どんな種類っすか？不良だよ。壊れた家庭の壊れた子供だ。もうやめて、ジェームズ。これ以上失礼な言動は許さない。いいから本当のことを言って。
はやめて。ケンジのパパはもううんざりなの。私のパパを返してよ。レイチェル、お前が見た女性は愛人ではない。あれはお前の母親だ。
なんで